大阪府立農芸高等学校は大阪府堺市三原区にある公立の農業高等学校。源流は大正中期1917年に南河内郡の7つ村による組合が設置した実業学校。府立の農業高等学校で教育課程は全日制課程でハイテク農芸科、資源動物科、食品加工科の農業に関わる3つの専門学科がある。 ハイテク農芸科では植物栽培について資源動物科では畜産や動物飼育について食品加工科では食品加工技術についてそれぞれ専門的に学ぶ学校敷地は面積約9万平方メートルで府内の公立高校で2番目の広さの中に農場、果樹園、花園、ハウス、牛舎、鶏舎、豚舎、加工場などがあるまた 高等学校で唯一アルパカを飼育している。農業高校としての特徴を活かし、近隣の小学校と連携し、米作り体験や動物飼育体験などの交流も行っている。農芸高校のオリジナルブランドとして飼育している牛の乳を使用した農芸牛乳や農芸ポーク、レトルト食品、農芸ポークカレーなどが販売されている。 かつて定時制課程も併設されていたが、2005年度に生徒募集を停止し、2008年3月限りで閉課程となった。2018年に文部科学省のスーパープロフェッショナルハイスクールの指定校となっている。1917年、南河内郡の黒山村、平尾村、丹南村、田地比村、野田村、大草村、日置草村の七科村による学校組合が、 黒山村に実業学校を設置したことに始まる。開校当初、黒山村大和沢の黒山高等小学校に併置されていた。1929年、学校組合から大阪府二館。1941年に高知も移転した。太平洋戦争後の1948年の学生改革により、新生の高校の大阪府立農芸高等学校に、 改変され、全日制課程と定時制課程を設置した。定時制課程は1990年代に閉課程の計画もあったが、その後2000年代に入って、再び閉課程計画が持ち上がり、2005年に新入生の募集を停止。最終学年が卒業した2008年3月末日に廃止となった。また、大阪府立横山高等学校の廃校に伴い、 同校の演芸家の機能を統合している。1924年7月21日、黒山実業学校の女子部を母体として、校舎併設のまま学校組合立で、公主職業学校の黒山高等実践女学校が設置された。その後、黒山寺女は、大阪府への遺憾され名称変更、高等女学校への昇格を経て、戦後に、 新生の大阪府立黒山高等学校となった。1948年には、アメリカなど、占領軍 GHQ などの義務教育の校舎確保を優先する方針により、黒山高校は校舎を、新生の中学校、学校組合立黒山中学校に明け渡すことになり、農芸高校の校舎の一部を曲がり同居した。大阪府は、 黒山高校と農芸高校を統合し、総合性高等学校にする案を検討。黒山高校側は了承したが、農芸高校側は独立校としての存続を強く、希望したため統合されなかった。このため、黒山高校は、季節の私立高校の買収、公立移管によって、私学と統合する形での移転も検討。初芝高等学校と交渉に入ったとされるが、 最終案は実現しなかった。最終的に南河内郡富岡町大和西野での独立校舎の新設を決め1952年4月に移転。大阪府立富久高等学校へと解消した。交渉は桜の花びらと稲の揉みをデザイン。桜は国家として国、稲は農産物の代表として農業を表している。 このデザインは昭和15年農芸学校として解消された時に制定され昭和23年の農芸高等学校に解消されるに伴い中心が農から校に変更された制服は汚れを防ぐ撥水バッジの加工家庭で選択できるクラブ活動では軽音楽が2020年軽音楽系クラブの 全国大会スニーカーエイジで決勝大会に進み、初のグランプリを受賞した。後者は、1960年代から1970年代にかけ、半世紀前の建設で、旧体新基準の既存不適格のままであり、震度6強の揺れで、倒壊の恐れがある。このため2009年度から改修を行った。ありがとうございます。